次回予告。どうも公式サポーターの赤ペン滝川でございます。いや戸塚さん、なんて頼もしいお方なんでしょう。無事に早乙女くんの胸の使いが取れました。でももちろん真実は分かりません。そして新たな問題は野添さんが残業中だということ。間違いなくポスターの取り直しをしてるんでしょう。さあどうなる赤石。さて次回は9話、タイトルは確か野添の乱。事件は薬物による不審死事件。バレンタインの夜に命を絶った独身男性、彼がハマっていたのは出会い系サイトでした。出会い系サイトといえば私赤ペン滝川の大好物でございます。赤石は捜査資料やメールを確認すると、その時ひらめいた。これは自殺ではなく殺人だ。またか。赤石は早速サイトに潜入して捜査を開始。本人的には潜入捜査ですが、客観的には仕事中に出会い系。すると来た。赤石が必死に事情を説明すると、野添さんは言いました。潜入捜査手伝います。二人が力を合わせたらきっと真相が見えてくる。わけがない。荒れ狂う野添無双の先に何が見えてくるのか。頑張れ赤石。警視庁捜査資料管理室、次回もお楽しみに。